族、カーヤコンガスを、大人買いしてみた。はい。皆さん、ごきげんよう、ジョニーな人です。今回はリフィルバルブでカーヤコンガスをエアガン用に使用するお話の続きです。こんな感じでカーヤコン用の 200g 缶をエアガンのガス充填に使用しているわけですが、動画を切り替えますね。リフィルバルブを購入した際に入手したカーヤコンガス3缶セットを、とうとう使い切ってしまいました。すっからかんです。そんなわけで、先月楽天で大人買いしたカーヤコンガスをとうとう開封します。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、5×6 で30缶セットです。1缶 200g なので約6キロ分ですね。メーカーはカルソニック製でした。リフィルバルブを装着してみましょう。これが、Amazon で送料込みで5324円もしたリフィルバルブです。これをカーエアコンガスに取り付けるだけです。最初は手でくるくる回して締め込んでいき、最後にスパナやレンチでグイッと締め込めば OK です。はい、これでバルブ装着は完了です。ブロックのマガジンにガスを入れてみましょう。マガジンはガスが空っぽです。さあ、ガスがちゃんと入るかな？吹き返しが来たので満タンですね。ちなみにこのマガジンは東京丸井製のブロックカスタム用マガジンです。ブロックは先日の福袋から出たアーミーアーマメント製です。バッチリですね。スライドストップもかかるし、問題なくガスを注入できました。これだけあれば今年いっぱいは十分に遊べるかな？はい。こんな感じでとうとう大人買いしたカーエアコンガスを使い始めてしまいました。エアガン用のガス缶が高騰している現在、皆さんもカーエアコンガスの有用を検討されてみてはいかがですか？じゃあ、またねー。